大腸菌、大腸菌、大腸菌、学名、エシャーキア古来は、グラム陰性の肝菌で、通性研究性菌に属し、環境中に存在する細菌、バクテリアの主要な種の一つである。この菌は、腸内細菌でもあり、温血動物、腸類、哺乳類の消化管内、特に人などの場合大腸に生息する。アルファベットで、短縮表記でとすることがある。 詳しくは学名を参照のこと。大きさは通常単軸0.4から0.7マイクロメートル、長軸2.0から4.0マイクロメートルだが、長軸が短くなり、休憩に近いものもいる。最近の代表として、モデル生物の一つとなっており、各種の研究で材料とされるほか、遺伝子を組み込んで化学物質の生産にも利用される数。大腸菌は、 それぞれの特徴によって株と呼ばれる群に分類することができる動物でいう品種のような分類。それぞれ異なる動物の腸内にはそれぞれの株の大腸菌が生息していることから環境水を汚染している糞便が人間から出たものか腸類から出たものかを判別することも可能である。大腸菌には非常に多数の株があり、その中には病原性を持つものも存在する。 分類学的には、プロテオバクテリアモン、ガンマプロテオバクテリアズナ、腸内細菌目、腸内細菌科に属する種であるが、むしろ病原性との関連で、菌の表面にある抗原、王抗原と H 抗原に基づいて、各分類されている。王抗原は、外膜のリポタトウ由来のもので、H 抗原は、弁毛由来のものである。王抗原は、現在約180種類ほどに分類されている。 例えば、O157、O157 という名称は、O 高原としては157番目に発見されたものを持つ金ということを意味しており、O111,O111 は O 高原としては111番目、発見されたものを持つということを意味する。H 高原は約70種類に分類されている。なお、さらに細かく分けると、 O 抗原と H 抗原の両方を考慮した分類になる。例えば O157 でも H 抗原に関する違いでさらに細かく分類することができ、H7 のものと H 抗原を持たないものがあるので、O157H7 と O157H- という2種類に分けることができる。ほとんどの大腸菌は無害だが、いくつかの場合では疾患の原因となることがある。 人の場合、大腸内ではなく、血液中や、尿路系に侵入した場合、遺書感染した場合に、病原体となる。内毒素、リポタトを産生するため、大腸菌による、排血症は重篤な内毒素ショック、エンドトキシンショックを引き起こす。排血症の原因、明らかになる場合として最も多いのは、尿路感染症で、あが、大腸菌は、 尿路感染症の原因菌として最も多いものである。大腸菌の株は多数報告されており、一部では動物に害となりうる性質を持つ株も存在する。大部分の健康な成人の持っている株では、蹴りを起こす程度で何の症状も示さないものがほとんどであるが、幼児や病気などによって衰弱しているもの、あるいはある種の薬物を服用しているものなどでは、 特殊な株が病気を引き起こすことがあり、時として死亡に至ることもある。大腸菌の株の中でも特に強い病原性を示すものは病原性大腸菌と呼ばれる。食品衛生学分野では病原大腸菌とも呼ぶ。ただし、病原性大腸菌の中でも赤痢を起こす株については特に赤痢菌と呼び、衛生管理上の問題から別種扱いされる。 O111 や O157 などの腸管出血性大腸菌は牛の腸内に生息しているとされ、保健所は内臓とタブイの肉は調理器具を使い分けるのが好ましいとしている。学名、ラテン語名はで、俗名は発見者のオーストリア人医学者、テオドールエシェリヒにちなみ、これに屈折語尾を加えてラテン語化したもの。種形容語はラテン語で大腸を意味する。 コロンの俗格、古来である。学名の正式な読みというものは存在しないが、語源を重視すると、エシェリヒアコリー。語源を無視して、俗名もラテン語読みすると、エスケリキアコリーとなる。英語では、エシェリキアコーライと読む。全体として、大腸のエシェリヒ金の意を表す。俗名を省略して、いい古来、いいコリーと略す表記もある。ただし正式には、 これは属が気質の場合に認められる略記である。最初からと略すのは、文脈から属のことを言っているのが明らかでも、不適切である。大腸菌属は、腸内細菌科のタイプ属として指定されているが、腸内細菌科の学名は、エスカリーキラチではなく、エンターバクティリアチとなっている。人に対して、大腸菌の死骸を含んだ液体、大腸菌死菌液が直腸部に、 塗布されると、白血球が呼び寄せられるため、感染防御の役に立つことが知られており、これを利用した薬剤が実用化されている。また、遺伝子組み換え技術を用いて、大腸菌に人型インスリンを作らせる遺伝子を導入して、インスリンを生産することに利用されている。他にも、下流球コロニー刺激因子、GCSF や組織プラスミノーゲン活性化因子、 tpa などの生産も同様の方法で行われている。大腸菌に観光性を与えて、殺造素子として利用できる研究も実施される。腸内に生息する菌であることから、この菌の存在は糞便による水の汚染を示唆し、河川、湖、海水浴場などの環境水の汚れの程度の指標として用いられる。人成人が1日に排泄する糞便中に含まれる 菌体数は平均で10から10個である。ただし人の消化管において大腸菌が全体の微生物に占める割合は極めて少なく、人腸内蒸剤細菌の0.01%以下に過ぎない残りの大部分はバクテロイデス属やユーバクテリウム属などの変性菌寄生菌である。水の浄化や汚水処理技術の分野では培養可能なの量は 人間の糞便の混入の程度を示唆するものとして、水の汚染レベルの指標として、かなり早い時期から用いられてきた。研究に使われているそれ自体は無害であり、がこれらの指標に用いられるのは、他の病原性のある菌、サルモネラなどよりもこれらの糞便由来の大腸菌の方が、はるかに多く含まれるとされるためある。また、日本の水道法により、浄水道の浄水からは、 検出されてはならないとされている。大腸菌群とは、細菌学用語ではなく衛生上の用語である。ラクトース発酵、乳糖分解し、酸とガスを発生する、グラム陰性、高気性、通性検気性で画法を形成しない肝菌のすべてである。であってもこれに該当しないものが多く存在する。その多くは、汚水菌、クレブジエラ属菌、サイトロバクター属菌。 エンテロバクター属菌や土壌中の非常によく似た性質のバクテリア、よく知られたものとしては、が、大腸菌群として分類される。なお、病原性大腸菌は、この検査法での検出は、非常に困難である。また、水中に含まれる、大腸菌群を数値化したものを大腸菌群数と、いい、水質汚濁の指標に用いられる。食品衛生法では、 大腸菌群陰性とは、加熱済み食品の加熱ができているか、加熱後の二次汚染がないかを確認するために、食品の規格に規定されている。また、食品衛生法の規格基準にある検査法、EC 培地において、摂取44.5度で増殖し、乳糖を分解して、ガスを酸性する、グラム染色陰性、無賀法の換菌で検出する菌を、 いい古来と記述しているまであってもこれに当てはまらない、菌も多く食品衛生上の行政用語である。これは検査法では、大腸菌群の培養温度が異なるだけの、糞便性大腸菌群とほぼ同一の内容である。大腸菌及び、大腸菌群の検査には用途に応じて、多くの培地が使用される。以下に主なものを列挙する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。